にちは。小学校1年生の算数です。今日も100までの数の計算について勉強していきましょう。頑張ってください。では今日の問題です。一緒に読みましょう。飴が70個あります。30個食べると残りは何個ですか？という問題です。どんな式になるでしょうか？動画を止めて考えましょう。皆さん、式は考えましたか？30個食べると残りは何個ですか？という問題なので、何算になるのでしょうか？そうですね、70-30、引き算の問題になります。 70-30 の計算です。さあ、どんなふうに計算をすれば答えがわかるのでしょうか？そこで今日の目当ては、70-30 の計算の仕方を考えていきましょう。皆さん、この前の足し算は何を使ったか覚えていますか？そうですね、10の束を使ってみました。今日の勉強もどうやら10の束を使うと良さそうですね。どのように計算したらいいのかを動画を止めて考えてみましょう。では皆さん、考えてみましたか？ではどのように考えたかを考えていきましょう。70-30 です。70は10が7つあります。そこから30を取るので、10を3つ取ります。ここですね、取りましたよ。すると残りは10が4つになります。数えてみましょう。10が1つ、2つ、3つ、4つ。残りは10が4つです。10の束で考えると、7-3は4ということになります。答えは10の束が4つなので40となります。では残りは何個ですか？の答えを考えていきましょう。70-30 です。10の束を使えば簡単でしたね。30を取るので取りました。残りは10が4つで40です。残りは何個ですか？なので答えは40個となります。計算の仕方は分かりましたか？では練習問題にチャレンジしてみましょう。70-20 です。さあ、何かを使えば簡単でしたね。動画を止めて考えてみましょう。考えてみましたか？では、70-20 もこの10の束を使って考えていきましょう。70-20 の70は、10が7つあります。数えてみますよ。1、2、3、4、5、6、7、10が7つあります。そこから20取るので、10を2つ取ると残りは10が5つになります。10の束で考えると、7-2は5、10が5つとなるので、答えは何か分かりますか？もうわかりますね。答えは50ということになります。10、20、30、40、50です。10の束で考えると、とても簡単に考えることができますね。では、練習問題です。90-50、70-10。動画を止めて考えてみましょう。10の束を頭でイメージしながら言葉で考えてもいいですよ。
もちろん10の束を並べてみて考えてもいいです。では動画を止めて考えてみましょう。では答え合わせをしてみます。先生は慣れてきたので言葉で考えてみたいと思います。90は10が9つあります。そこから50、5つ取ります。10が9つあって5つ取ると残りは10が4つになります。だから答えは40となります。70-10も言葉で考えてみます。70は10が7つ引く10なので1つ取ります。すると残りは10が6つとなるので答えは60となります。皆さんもいろいろな問題を解いていくとどんどん早くできるようになります。頑張ってみてくださいね。では今日の勉強をまとめてみましょう。70-30 の計算をするときは10がいくつあるかを考えて計算すると良いですね。10の束を使って10がいくつあるか考えてみてください。今日した勉強はプリントの計算プリント、大きな数の1の丸5で復習することができます。たくさん練習問題を解いて頑張ってください。ではこれで終わります。ありがとうございました。